カモテス諸島、カモテス諸島は、フィリピン中部ビサヤ諸島の中央部、レーテ島とセブ島に囲まれた小さな海域、カモテス海に浮かぶ4つの島からなる諸島である。行政区域は、セブ州に属している。西からパシハン島、ポロ島、ボンソン島に分かれ、さらに小さなトゥラン島が、パシハン島の北に接している。パシハン島とポロ島は実際は、舗装道路でつながっており、 ポンソン島は、ポロ島から4キロメートル離れて、東に浮かんでいる。4つの町があり、サンフランシスコ町は、パシハン島に、ポロ町とトゥデラ町は、ポロ島に、ピラー町がポンソン島にある。パシハン島には、セブ島からの船で2時間ほどかかる。カモテス諸島は低い島々である。丘は、パシハン島に一つ、ポロ島に一つあるだけであり、通信会社が、 中継基地に使っている。パシュハン島には長さ2キロメートルの湖があり新鮮な水がある。これらの島の植生はほとんどがヤシの木であり、様々な果樹や他の木々もある。島ではゆっくりとした農耕が行われており、交通はバイクが主流である。島には小規模な宿泊施設しかないが喧騒とはほど遠く、海や砂浜は美しく秘境中の秘境と言える。今後は、 カモテス諸島の観光開発も進む予定である。歴史的には太平洋戦争中のレーテ島の戦いに伴う日本軍とアメリカ軍の激戦地である。ありがとうございます。